何？お店まで一緒に行こうかと思いまして。は？あんたのことが知りたくて。一応シェフだし。男なら誰でもいいのかよ。ちょっと待って。あの、かなたさんっておいくつなんですか？24。なんだ、年下？私、君よりも3つ年上だから。生意気な口聞かないでくれる？中1の時に高1だから。聞いてねえから。なんでシェフになったんですか？湘南の食材ってどんなの使ってるんですか？あんた絶対友達いないでしょ。性格に問題があるって気づいてますか？人の話はちゃんと聞きなさいよ。返せ。返しません。意外と音楽の趣味いいじゃん。最悪、信じらんない。鼓膜破れたらどうすんの。あんたその性格直さないと。暴力本当。お前の唇、梅干しみたいだな。何やってんだよ。部外者が厨房に入るなって言ったよな。そのオンパクどんな味なのかなと思いまして。舐めてんの？舐めたというか、一口いただいたというか。あの、よかったら後でそれ作ってもらえませんか？私それ。なんでお前みたいなやつに作んなきゃいけねえんだよ。さっさと東京帰れ。お前と新人入ったらしいじゃん。まあ結構帰ってきたよ。100点満点中何点？もはやそういう目で見れない。は？お前ぶっ飛ばすよ。どういうこと？いや、一番嫌いなタイプなんすよ。男目当てで店に来やがって。仕方ねえじゃん、夏が人に恋をさせるんだからさ。え？あのブリンかっこいい場所。ミカリも相当かわいいよ。本当に？あれ邪魔だな。あ、分かんねえかおめえには。本気で人を好きになったことなんかないもんな。あなたは黙ってても女の子寄ってくるもんね。はい。でもね、案外そういうやつがコロッと運命の声に落ちちゃったりするんだよね。ありえねえ。ありえるもんね。ありえるよね。落ちちゃったもんね。
おう、トマ。おう。今学校帰り。おう。お前もうすぐ試験だっけ。おう。頑張れよ。おう。あ、そういえばさ、面白いもん見つけたんだよね。これ。何これ。アカウント名見てみ。ビューティフルブルーム。日本語で美しく咲く。絶対美咲ちゃんだよね。それ湘南の海だし、アイコンケーキだし。今年の夏は恋します。夏がやってきた。コメント見てみ。コメントやる気満々だね。できたー。おい、部外者が厨房に入るなって何回言わせんの。ちょうどよかった。今まさに会いたいと思ってたところ。じゃーん、完成しました。私の自信作。食べてみて。食うわけねえだろ。そんなこと言わないで。ほらほら、ね、味が欲しい。いらねえっつってんだろ。なんで、なんでこんなことするの。さっさと片付けろ。何やってんの。もう一回作る。あ、食べてもらわなきゃ気が済まない。食わなくても分かんだよ、お前のケーキなんて。あんたそれでもシェフ。味も見ないで決めつけるなんて。あんたそれでもシェフ。ああシェフだ、この店の。なシェフの俺が認めねえっつってんだよ。お前みたいな奴がこの場所に立つ資格なんてねえんだよ。資格がないのはあんたでしょ。ここはお父さんから受け継いだ大豆のお店なんじゃないの。あんたみたいな奴がシェフだなんてね、お父さんが気の毒。ちょっと暴力反対。キスがしたかったんだろ。満足したらさっさと出てけ。バカにしないで。桜井。